はい、こんにちは、しんちゃんこと小越愛です。本日はご要望も多かった車屋ラーメンさんに取材許可を得てやってきました。イエイ。車屋ラーメンさんに味噌が私お気に入りなんですけど、今日はね、このネギ味噌チャーシュー、一番人気のネギ味噌チャーシューにもやし増しバタートッピングでまずは頼んでみました。ここからいろいろ何品か頼んでいこうと思います。新潟の高度の店舗はこんな感じのメニューです。結構車屋ラーメンさんはお店によってサービス内容な、ラーメンの種類も変わってくると思うんですけど、こんな感じです。車屋ラーメン長岡店限定の台湾ラーメン、カレー塩醤油セットすごいお得ですね。こちらの店舗ね、ご飯がいっぱい無料です。チャーシュー、バタートッピング、もやし増し、納豆トッピング。すごいニンニクの香りが。チャーハン、餃子のセット、ライス無料もつけちゃいました。では早速いただきます。すごいごまとかピリピリからバターも。結構ピリ辛。はい、ニンニクすごい効いてる。これこれって感じですね。もやしは結構太めだ。チャーシューともやしと、でも一気に。チャーシューも柔らかい。この引きありますので、潰して一緒に食べてます。合う味噌と納豆。結構辛さ強いの、ちょっと。半熟卵とかあった気がする。ちょっと追加しよう。すいません。生卵とコーラお願いします。生卵とコーラ。はい。はい、生卵にしておきました。納豆があるんでね、納豆は生卵の方が合う。麺はこんな感じです。つるっとしてる感じかな。ちょっと平打ちっぽい感じかな。ご飯が合う。ここに生卵入れちゃう。じゃーん、小越流まかない丼みたいな。あー、すごい美味しそうな締めのご飯、締めじゃないけど。すごい美味しそうなご飯もいただきちゃいました。うまっ。うと味噌がすごい合う。しっかり焦げ目がついてる感じです。結構皮がしっかり厚めな餃子。しっかり油多めで、なんか揚げ餃子みたいなとこある。チャーハン。いい香りです。結構チャーシューたっぷり入ってます。具だくさんです。うん、うん。あ。チャーハン結構好みの味付け。意外と優しいお味。次、醤油ラーメンに初挑戦しようと思います。チャーシュー麺、醤油味。次、塩いってみようかな。醤油ってこういう感じなんだ。いや、味噌がすごいしっかりめじゃないですか。車屋さんに聞いてて。醤油はね、結構あっさりね、美味しい。あ、このわかめの意味がわかる。このわかめが合う醤油ラーメンって感じ。伝わるかな。あー、これスープついていっちゃう。でね、すごい胡椒が欲しくなる味。醤油食べたことないっていう人、ちょっと食べてみてほしい。これはチャーシューは柔らかすぎ。溶けるこのチャーシューが美味しすぎる。これチャーシュー麺って感じですね。じゃあこれが100円とはありがたし。俺が確認できない。まあじゃあ大体金ね、言った瞬間にここにかかる。次、塩バターもトッピングしちゃいました。塩はね、もやしがデコでトッピングされてます。ごまとか入ってる。塩いってみます。すごいがっつりしてる。ニンニクがすごい効いてる。塩ニンニクって感じです。全然がっつり系の塩で、醤油の方があっさりしてます。胡椒もかかってる。チャーシューが本当美味しい。実際こっちのね。はい、次。チャーシュー丼。マヨネーズと和えられてるのこれ。超美味しそうなんだけど。結構甘めの味付け。何これ。この部分なのかな。脂身とかが少なめで、味がよく染みてる部分だ気がする。チャーシューが美味しすぎて頼んでしまったおつまみ系メニュー、チャーシューもやし炒め。ネギとかも入ってる。もやし炒めると最強。あ、ふうがおいしい。おいしい。もやしはね、ちょっと太めな方がおいしいよね。味付けはシンプルな感じかな。なんか塩コショウ醤油みたいな。こんなにそういう味じゃない。チャーシュー炒め完食です。じゃーん、またカレーなんですけど、カレーチャーシュー麺です。クーマヤラーメンちゃん普段ね、ほんとこういういろんなラーメン食べないんで、今日ちょっと楽しみ。あれ、これちょっととろみがある。あ、ちょっと当たり数が。あー、ニンニクがすごい効いてるからカレーと合うんだわ。ちょっととろみがあるからもう全然冷めない。はい、最後一口。ごちそうさまでした。いやー、クルマヤラーメンさん普段来るとね、味噌一択になっちゃうんですけど、こうやって醤油、味噌、塩いろいろ食べてみるといろいろな発見がありましたね。カレー、これは意外な美味しさでした。ニンニクがねすごい効いてるんでカレーと相性いいんですわね。チャーシューがねもうすごく美味しいのが感動だったのと、あとね、まあ、好み分かれるかな。私結構ぎっとり系のチャーハン好きなんで、クルマヤラーメンさんのチャーハンすごい好みでした。しっとり系お好きな方はぜひぜひ来てみてはいかがでしょうか。ここまでご視聴ありがとうございました。このチャンネルが良いと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。